皆さんこんばんは、スフィアリアです。今回もねバイオハザード7続きやっていきたいと思うんですけれども、まず最初にね皆さんに謝らないといけないことがあります。前からね動画を見ていただいている方は大体ね察しがついていると思うんですけれども、そうですね、録画ミスをしてしまいました。まあ正確にはね、録画はできているんだけど設定ミスをしてしまったという感じなんですが、まあ結果的に言うと録画ミスだよね。はい、ということで、どこまでね録画ミスをしたのかと言いますと、もうね、最後まで、プレイ済みとなっております。はい、もうね最後までやっちゃったんですよ。なので、はい、見てみるとアルバート 01R っていう武器がですね、もう手に入っている状態になります。はい、これですね、アルバート 01R っていうね。はい、なので、まあこの武器ね、せっかくなので、使っていきましょう。はい、これを、じゃあ1番にしときましょうか。はい、これですね。うん。で、まあなので、まあ今回っていうかこの先ね、全部、キプレイとなりますので、まあ解説実況みたいなね感じになってしまうと思うんですけれども、まあゆったりまったりね楽しく遊んでいきたいと思いますので、良ければね最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、ということで、前回はですね、バースデーのところまで進めたんだったと思うんですよね。で、青の基盤と赤の基盤を手に入れるところまではやっていたと思うので、なので、まあ、そこまではね、進めておきました。で、そう、説明2回目になってたら申し訳ないんですけど、バイオハザード7はですね、自動セーブなんですよね。で、セーブデータをね、どんどん上書きしちゃってたので、なので、戻ってこれなかったんですよ。なので、最初からプレイをして、ここまで戻ってきたので、なので、弾はね、もう、あり余っている状態です。はい。前回まで多分ね、弾が足んないみたいなことを言ってたんですけど、はい、こんな風にね、薬液強とか、固形燃料とか、いっぱいこんな風に、あり余っている状態なので、はい。なのでね、まあ、弾にはね、もう困んないかなと思います。しかもね、最後までやっちゃっているので、大体もう、どこで何が出てくるのか、わかっているのでね。はい。それではね、まあ、早速ね、あそこの、青と赤の基板の先に進んでいきましょう。サプリメント。うん。で、まあやりながらね、ちょっと説明したいなって思うんです。説明っていうか、話をしたいなって思うんですけど、まあどういうね、録画ミスをしたのかと言いますと、まあ動画投稿をね、している方じゃないと多分伝わらない部分だと思うんですけど、YouTube 用の動画って、まあできる限り高画質で、ね、見てほしいなって思って、高画質の設定にするんですよ。で、新しい試みとして、その、ツイッターに予告編の動画作りたいなって思って、で、ツイッターに投稿するためには、サイズが大きいものって投稿できないんですよ、ツイッターって。なんで、その、解像度を落とすんですよね。で、落として収録をしたんですよ。で、その設定を戻さないまま、まあ、バイオハザードの実況を撮ったんですよ。2時間ぐらいね。うん。で、まあ、動画編集ソフトに読み込んでみたら、もう、低画質すぎて、もう見るに耐えないような動画になっていたんですよ。うん。なので、まあ、今回ね、撮り直しをせざるを得なくなったっていうわけなんですよね。さあ、ではね、ちょっと話が長くなっちゃいましたが、テレビを見てみましょう。バイオセブンのね、有名なシーンですね。特別なんだよ。わかるか、兄さん。
だよエブリン、あいつに見せてやってたんだよ。元に戻りたいやつばっかじゃねえってあいつに教えてやろうと思っただけだよ。ゾイはどうしようもねえバカだ。あいつは俺が戻りたくねえってことを分かっちゃいねえ。親父がお前らを見つける前なんかにはな。みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だからいいさ、いいさ、いいか。お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中を探し回っても、お前が手に入れたがってる材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ。いいさ、結成を作りたいか。なあ、そうだよな。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ、こっちに来てみろ。うん、まあ見て思ったのは、うん、クマがすごいってことだね。うん、あれだけね、目の周りにね、跡をつけるってなったらね、ゴーグルかなんかつけてたんじゃないのかなって思うよね。はい、ということで、今回の相手はベイカー一家の、ルーカスですね。はい、相手をしていくんですが、まあ奴は見ての通りサイコパスなので、まあそう簡単にね、進めさせてくれるわけではありません。はい、もう見ての通りね、爆弾が仕掛けられてあります。で、この爆弾なんですけど、この線がね、見づらいんですよ。で、まあある程度のね、高さになっているので、まあしゃがめばね、対処できるんですが、結構見づらいので、なので、まあちょっと注意が必要ですね。はい、うん、まあ危ないと思ったら、まあ一周目だとね、弾がね、足りなくなったりすると思うんですけど、まあ危ないと思ったらね、あのハンドガンとかで、壊しちゃうのもありだと思います。この辺は何もなかったかな。うん、ここに爆弾一つと、あとね、この先がね、ちょっと分かりづらいんだよね。はい、ここに一箇所で、もう一箇所ね、爆弾があるんですけど、分かりますか？はい、ちょっとね、見づらいんですけど、このね、ここに縦に一本ね、線があるんですよ。うん。これがね、引っかかるので、ちょっと注意が必要です。で、これもね、低いんで、安全のためにね、壊しときましょう。うん。で、ここにね、お宝があるんですよ。はい、リペアキットですね。壊れていたハンドガンがあったと思うんですけど、それをね、修理することで、強力なね、ハンドガンを手に入れることができます。で、ここにね、ちょっと見づらいですが、マグナムの弾がありますと。うん。あ、そう、それでね、今回、まあ、一周目の続きでやっているので、もしかしたらね、マグナムがね、手に入れられないかもしれない。うん。ちょっとうろ覚えなので。うん。ね、あの、2周目もやって3周目、3周目ぐらいになるとね、大体覚えるんですけど、一応ね、攻略サイト見たんですけどね、ちょっとうろ覚えなので、今回はね、マグナムは手に入れないで、やっていく感じになるかなと思います。さあ、一箇所。うん、上に2箇所ですね。はい。で、見覚えのあるね、ピエロの人形があります。では、この中に入っていきたいんですけれども、パスコードが必要ですね。よいよ、パスコードがいるんだろ？そうだな、0814はどうだ？いや、待て待て、0621だ。あ、待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。うん。チッタッチッタッチッタッ、うん、なんか変なこと言ってますね。ちょっと離れときましょうか。うん。ということで、まあパスコードを試していると、まあ時間経過で、あれに殺されてしまうというわけですね。はい。さあ、ということで、新しくね、パスコードをね、探してくる必要がありますと。いやー、それにしてもね、声優さんってすごいですよね。本当にね、あの、サイコパスだなっていうね、感じにね、やっぱ聞こえますからね。声優さんはね、やはりね、本当に、キャラクターをね、活かすのが本当にうまいなと思いますね。
さあ、ということで、爆弾がね、いくつかあります。これはね、確か、爆弾じゃなかったかな？うん。バーナーの燃料。で、ここね、進んでいくんですけど、強化弾に切り替えておいて、で、目の前にね、爆弾があるんですけど、やろうとすると、後ろから、こんな風にね、迫ってくるので、はい、爆弾に気を取られていると、後ろからね、まあ、やられてしまうというわけなので、これはね、ちょっと注意が必要です。で、これもちょっと危ないんで、壊しておきましょうかね。はい。で、このね、扉の先なんですけど、一箇所、ちょっと見えづらいんだけど、一箇所、二箇所、大丈夫かな？あるね。三箇所、四箇所かな？うん。あ、あともう一箇所あったわ。ここの、この箱ですね。うん。これもね、爆弾ですね。はい。で、ステロイドをね、手に入れたいんだけど、持ち物いっぱいだな。とりあえずじゃあ、うん。精神刺激薬にして、回復も作っちゃいましょう。で、ステロイドですね。ステロイドで、体力を上げますと。うん。で、ここに、アンティーコイン。うん。で、あとはなかったかな？確か。で、この先もね、ちょっと注意が必要です。ショットガンに切り替えて、ショットガンでまずここの、はい、こいつをやって、で、ここはね、強化弾に切り替えた方がいいかもしれない。強化弾でやった方がね、楽なんですよ。すごく。うん、飛びかかってくるね。まだやれないか？やれたね。うん。ここね、結構難しいので危ないと思ったらもう強化弾に切り替えちゃっていいと思います。うん。で、ここね、見ての通りすんごい暗いので、で、アイテムがね、あちこちにあるんですよ。なんで、この刺激薬を使って、こんな風にね、探しちゃった方が、あね、楽でいいと思います。うん。ガンパウダーと、この影にもね、あるんですよ。マグナムの弾とかね。うん。で、上にもね、アイテムがたくさんあります。そこの扉に入る前に探索しちゃいましょうかね。下にね、後で降りるんですが、まあ、降りちゃうと先に進んじゃうので、降りずに、周りをね、探索していきましょう。はい。液薬強ですね。液薬強は、もうガンパウダーと組み合わせちゃいましょう。うん。本当にね、強装弾だっけがね、ほんと強いんですよね。はい、薬液。で、薬液取った今。取ったか。うん。たまーにね、取れてないことがあるのでね。アルバードね、使おうと思ってるんですけどね、どうしてもね、あ、アルバードでも強化弾いけますね。アルバードの強化やってみますか。そしたらどうしようかな。一回ね、アイテムの整理をしましょうかね。うん。で、17、10発撃てて強いんですけど、まあせっかくなんでアルバートのみにしますか。ハンドガンいっぱい持っててもね、弾じゃないや。ボックス余っちゃうんでね。じゃあ、アイテムの整理したいと思います。はい、オッケー。そしたら先に進んでいきましょう。さあ、ではこのアルバートの威力をね、ちょっと試してみましょうかね。さあ、では周りの探索を一通り終えたので、これ下に降りて、うん。で、ナイフに切り替えて、ここに、一個。それから、そこの奥にもあったかな？うん。ここにもね、アイテムがあります。バーナーの燃料ですね。バーナーね、あんまり使わないんだよね。そしたら、ここに、バッテリー、キーアイテムですね。それから、ショットガンの弾。で、あそこにあるのが、爆弾ですね。はい。で、ハーブと。うん。では、強化弾に切り替えて、こいつの威力を見てみましょうか。ではね、このバッテリーをここにはめ込みましょう。うん。なんでもね、爆発しちゃうからね。カプコン製だとね。
正々堂々と戦ってくれや。うん、ということで、まあ中ボス戦、中ボス戦って言ってるのかな、うん、まあボス戦ですね、やっていきましょう。まあショットガンでやるのもいいんですけど、よいしょ、強化弾でやった方がね楽なんですよね、すごく。よいしょ、あら外れちゃった、いた。このねゲロがやばいんだよね、やっぱ3発だとちょっと重いね。よいしょ、はい、あやったかな、あーでも早っ、おいたいたいた、忘れてた、ぼかすんだっけね。うん、3発だとちょっと重いな。アルバート強いけどね、なんか初期のハンドガンの方がまあ使いやすかったかな。まあまあまあ、せっかくなのでね使っていきましょう。ダメージはまあそんなに食らってないかな。うん、あそう、さっきね持ってきたんですけど、この防御の極意っていうのもまあやり込み要素っていうかクリア時の特典なので、それもね今回持ってきました。さあでは先に進んでいくと、ここにあれ、なんか薬液、あこっちか薬液があって、で、ここにね、1408、次はお前だ、うん、これが、あれですね、パスワードですね、1408で、ここにアンティークコインがあります。うん、で、このはしごを降りていくと、降りていくと、はい、最初のところに戻ります。で、まあ、せっかくなので、ね、見せますか。まずここで1408と打ちます。で、うん、開くんですけど、入ろうとすると、うん。っていう風に言われちゃうんですよ。なんで、持ってるアイテムを全部ね、こういう風に置いていかなければなりません。で、1個でも持ってるとダメなので、例えばアンティークコインだけ持って行こうとすると、うん。武器を持ってるわけじゃないんですけど、ちゃんとね、持ち物を全部置いていかないと言われちゃうので、なので、まあ、しっかりとね、持ち物は置いてから、はい、扉が開きます。うん。どっちにしろね、電子ロックなんでしょうね。楽しんでくれよ。うん。さあ、ということで、まあ、見覚えのあるところですね。はい、ビデオで見たところです。さあ、ではね、この謎解きをしていくわけなんですけれども、ん？あれ？よーし、いいか。ここらでちょっとしたゲームと行こうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いとるかもしれねえだろ、どっかで。いやまあ、よくわかんねえけど。うん。ということで、まあ、ビデオで見た謎解きをやっていくんですけど、あのままやっていくと、この樽の中にガソリンが入っていて、爆発して死んでしまいます。で、まあ、人形に、ね、腕に文字を書いてもらったりとか、あとは風船を爆発させたりすると、もう、ね、体がズタボロになってしまうので、必要最低限なことだけをしていきます。で、まず、あの人形は必要ありません。文字もわかっているので。で、あと、この謎解きも、人形の指が手に入るだけなので、やる必要はありません。で、風船もね、中から、なんだっけ、ペンを取る必要もないので、必要ありません。はい。なので、やることはですね、うん。つかないと思うじゃんって、ね、焦りますよね、これね。うん。そしたら、トイレにね、手を突っ込む必要もないので、わかっているので。なので、まずここで、ろうそくで焼き切ります。で、
焼き切ったら風船探す必要ないので、ここで、なんだっけ、ルーザーだっけ？ L、ちょっと英語苦手だからね。LO、S、なんだっけ、SER だっけ？あ、来ましたね。うん。これで、中から、バルブハンドルを手に入れます。で、あとは、バルブハンドルを、ここに取り付けて、大体ね、換金するときはね、やっぱりパスワード分かっちゃうとあれだからね、大体毎回ね、こう、変えると思うんですけどね。うん。さあ、水が止まったので、これで、もう、謎解きは終わりですね。なんかね、時計の音がしますね。このクソ野郎が、ちゃんと捕まっとけ！ということで、爆弾が降ってきます。で、これを急いで、ここのね、亀裂に爆弾を入れるんですよ。うん。これもね、初見の時分かりましたね。ではちょっと離れておきましょう。あのケーキの爆発で、あそこのね、ガソリンが引火しちゃうってわけなんだよね。てめえをぶっ飛ばす爆弾なんだよ、この野郎！うん。こんだけの爆発でね、ここにガソリンあって、よく引火しなかったね。あんまり突っ込んじゃいけないかもしんないけど。さあ、ということで椅子が回ってますね。そして、ビデオに映っているのは？ミア。ミア。ミア。ミアは生きてるよ。お前は誰だ？どこにいる？私たちはその部屋を出た桟橋の先を。急いで。うん。右側にいるのが、ミア、ミアじゃないや。ゾイですね。何がしたいんだ？お前を、ぶっ殺す。だが、しばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか。さっきの爆弾でネタ切れって言うんなら、もうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソ野郎。うん。まあ、こんなもんじゃ終わらないよね。ということで、D 型被検体の頭部ですね。ワクチンのための、キーアイテム二つ目手に入れました。見つけたぞ。さあ、そしたらね、ここに見取り図とセーブ部屋なので、ここで一旦セーブをしたいんですが、まあ、時間もちょうどいいぐらいなので、今回はね、この辺で、やめときますか。はい、ということで、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録や高評価、通知のオンなど、ぜひともよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画で、お会いいたしましょう。バイバイ。